はい、どうもジュンです。今日はですね、コーチと笹生の応援に来ました。どうも、こんにちは。バッチリです。バッチリ。はい。いい感じ。はい。決めたい。これでもう、はい、終わりにします。どうしますか。いいと思う。全然。今まで一番絞れてるし。はい、今までで一番ウエストタイトです。そうですね。ザ・フィジックって感じです。今までいい。何やっすか。ここでチクった方がいいですか。食った方がいい。いっぱい食った方がいい。もう始まんじゃん。ありがとうございます。よし、頑張って。よっしゃ。頼むよ。はい。プレジャッジが終わって、階級何人 A でずっとセンター取りましたね、うん、取りました。これはもう取ったね。これはもう、うん、もう余裕で、はい、うん、サクッと。そして階級 C です。僕と同じ階級でケント君って言ってバルク反発なんですけど、頑張りました、はい、ずっと真ん中というか、まあ、ケント君多分行ったと思うんで、まあ、オーバーオール2人勝負ですかね。そうね、そうっす、もうね、去年並べなかったね。去年並べなかった。今年2人どっちか勝った時は俺動画で順位出していい、うん、いい動画でね、2人対決になるだろうってことで一応バチバチなんで、ちょっとやつちょうだい。なんでバチバチなやつ、うん、バチバチなやつ、まあ、ケントに対してバチバチ、負けるわけないですよ、うん、全然負けないです。ちょっと腹見してもらっていいですか。すげえね、すごい。曲げるわけない。曲げるわけない。じゃあちょっとケント君、意気込みもらっていい？負けるわけない。やっぱ負けるわけない。でももっとバチバチしたいです。もっとバチバチしたいです。あ、もう言っといてくださいよ。頑張りますんで。優しいか。ただの優しいか。マジで。僕も日本分ぐらいするまずこれはね、なんだろうな、もうどっちが、あ、ちょっとコーチ、ちょっと今回の見解をいいですか。見解、お願いします。見解を、こっち、はい、そうっす、見解してるっていうか、もう負けた時に楽だね、はい、完全な、はい、フィジーク、ウエストの方そういう、はい、フィジークタイプ、はい、で、こっちはウエストは別に太くないけど、はい、バルクで持ってくタイプ、バルクで持ってくタイプか。もうこれ完全にジャッジの好み、ジャッジの好みってことで、ちなみにコーチどっち好みですか。あ、また、ね、やっぱ両方欲しい。そうそうね、
2人じゃ足す2で割るったぐらいがちょうどいいってこと、ね、いや負けないっすよ、負けない今今一問目、今一問目じゃあちょっとコーチ2人で期待して、今日あのクラシックフィジークで去年に引き続きコーチ、コーチですか、カイザ君が出たってことで、はい、まずあの久しぶりに1年越しに挨拶してもらっていいですか。一緒に行こう。大会終わりまして、佐藤くん、どうっす。ありがとうございます。どうっすか。クラス優勝しました。お疲れ様です。オーバーオールはオーバーオールはダメ。悪くなかったけどね、全然最高です。いいって言ってくださいなんで悪かったんだよ。いやいや、そういうことじゃない。そういうことじゃない。あんま俺が慰めてもさ、ちょっとあれっぽいんじゃん。わかる。俺に八つ当たりしないで。そうそう、そういうの八つ当たり。いや、じいさん、いや、よかった。案外八つ当たりしても大丈夫なんで。クラスだけで単体見たらぶち切ってたし、ただやっぱなんだろうな、あの、サイズあるその並んだ時にどっちが好きかっていうのがやっぱ出てくる。もうほんとそこだけじゃん。いいじゃん、次ゴリゴリで出ればいいじゃん。リミットギリギリのさ。ウエストこんなんじゃん、ボリュームのブリブリで出ればいいじゃん。とりあえず去年は、ね、泣きまくってたけど、今年はちょっとまだ大丈夫そう。しょうがない、しょうがない。とりあえずお疲れ。次、次なんか。いや、もう、いないです。しばらくもうちょっと休ませてください。休んで、お疲れでした。すいません、見てきてください。